休日の昼下がり、都内に住む岩田さんのお宅ではちょうど昼食作り。でこの焼きビーフンも子供たちは2玉は食べるので多めに買っておきます。一緒に暮らしているのは今年23歳になる三つ子たち。大学生の長男と社会人1年目で休日には毎回寮から帰ってくる次男、そして同じく社会人1年目の三男です。日常的な家族のワンシーンに思えますが。あ、じゃあ耳かきして。はいよ。え、耳かき？長男へ頼まれるままに膝枕で耳かきをしてあげることに。あんまりしなかったね、最近。ご自分でやろうみたいなの。いや、やったんですけど、いや、自分でやってもいいんですけど、なんか取れないっすよ。楽なんで、やってもらってます。また、次男は通勤で。こちらは足の爪切りのお願い。小さい頃からの習慣というか、それが抜けてないだけですね。なんか当たり前なんみたいにやってました。私の時間がある限りはできるかなと思って。なんか役割的なんですかね。ああ、スキンシップの一つかなぐらいなもので。それは絶対嘘だろう。さらに、バッと振ると今度はなんかグリップテープがダメになって、グリップテープを買い直すのできなくなって苦労面積。2日ぐらい何もしとかないで豆って治るもんだ。何もが、なんと一緒にお風呂まで。まあ友達感覚に近いところはあるんで、それがただ親であるっていうだけであって、一人で入っててもなんかねえねえっていうか、何ですか、話せるのであれば話したいみたいな感覚は僕ら多分あると思うので。趣味の話から仕事の悩みまで、裸になることでより親密なコミュニケーションが取れるんだとか。ちなみに周りから何か言われないのでしょうか。3人いたんで、三つ子で、感覚的にあまりマイノリティっていう感覚はなかったたんですね。だから、いえ、それは良くないよって言われても、僕らからしたら他の周りのその家庭は特殊に感じるんで、お互い様って言ったらあれですけど。なんとも距離感の近い親子ですが、一つ大きな疑問が。親離れ子離れはできているんですか？近年問題視されている親離れ子離れができない親子、その近い親子関係ゆえお互いに依存し合ってしまい、自立ができない共依存の関係になると専門家が警鐘を鳴らしています。こちらの30歳の娘と暮らす父親は、まず、娘の、お弁当を作っています。で、洗濯、まあ、掃除、そのようなものも含めて、私がしております。身の回りのお世話に加えて、通勤の車運転が不安ということで、毎日朝晩会社までの付き添いも。そんな子離れできない関係に悩んでいるそうです。実際に岩田さんもそんな一面があるそうで。まず子供たちが超未熟児で生まれたことですよね。それでいつまで経っても食が細くて大きく、人並みに大きくしなきゃなっていう気持ちが大きかったです。未熟児で生まれてきた三つ子たち、忙しい医療関係者の夫の分まで岩田さんがほぼワンオペで育児をしました。その中でご飯をたくさん食べてもらいたく、
食事には人一倍過保護になったんだそう。それが今でも残っているといいます。息子のアイスクリームめちゃめちゃありますね。好きなアイスクリームが決まってるのでこれしか食べないっていう。家には常に好物をストック。そのため買い物もはしごします。いい牛乳がなかったので、美味しい牛乳が大好きな息子のために探しに行ってきます。お店をはしごする徹底ぶり。子供好みの食事を作ってきたためか、他の人が作った料理を嫌って食べない時もあるそうです。結婚したらどうすんのよとか言ったら食べるんだよって言ってましたけどあんたたちも23だし、まあ、そろそろママも作るのやめようかなみたいなことを言ってたんですけど、いやいや別に何もしてくれなくていいけど飯だけは作ってほしいなみたいなことを言うんですよね。耳かき、爪切り、お風呂、そして食事の面も。親離れ子離れについて三男に聞いてみると、確かにいろいろ割とやってもらってる方なのかなっていうのは認識はしてるんで、そこの一面だけ見たら僕らが親離れできてないって言われても異論をつけるのは難しいとは思いますけど、まあ、だからといってじゃあ僕らがなんていうんですか、親にレールを引かれてなんかやりなさいとか、うん、この道に進みなさいみたいなことを言われてるわけでもないですし、広く見たらそこまで親に依存してるだとかそういう考えは割と自立して自分たちの人生決めてるっていうような感覚ではいますね。進路や就職など人生の道は常に自分たちで決めてきたので自立はできているとのこと。果たして親離れ子離れの境界線はどこにあるのでしょうか。今日は三つ子の母親と実際に子離れができないことで悩む親をゲストに考えます。まずは VTR にもご登場いただきました23歳の三つ子の息子さんと暮らす岩田さんです。岩田さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、こんばんは、ありがとうございます。続きまして30歳の娘に対して子離れしたくてもできないと悩む父親の高木さんです。高木さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします、はい、こんばんは、ありがとうございます。そしてもう一方、親子問題の心理カウンセラーで子離れできない親からの相談も受けていらっしゃいます江崎英子さんです。江崎さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、さあそれではですね、親子の、まあ、距離感について考えていきたいと思います。はい、萌さんお願いします。はい、まず岩田さんの親子関係から見ていきます。23歳の三つ子の息子さんたちと距離感の近い親子関係を築いています。例えばですね、今でも一緒にお風呂に入ったり、頼まれれば爪切りや耳かきをしてあげているということなんですね。でまた同じ部屋で寝たりですとか、三つ子たちの好きな食べ物を買いにお店を何軒もはしごしたりなどしているということです。はい、まず岩田さんご本人ではこの今の状況をどういうふうに受け止めてらっしゃるんですか。はい、この通りだなと思っていて、最初にこのお風呂に入るっていうのも、小さい頃からやっていて、今でも会話、子どもたちがよく話をするので、その会話の流れでじゃあお風呂に入りながら話を聞こうかというような、そういう流れで入っているっていう感じですかね。子どもたちもなんで話止めちゃうのみたいな感じでお風呂に入る、耳かきとか足の爪なども頼まれたからやるっていう感じです。そこに私のストレスはない、時間がないってわけでもないし、あるんだったらやりますよっていうスタンスです。ですから子供の時から続いている習慣がそのまま続いているってことでよろしいんですかね。はい、そうです。ありがとうございます。まあ、多くの場合ですね、特にお風呂、入浴、親との入浴ということで見ると、だいたい小学生ぐらいで卒業していることが多いんですよね、はい、この点はどうですか。そういう話にならなかったということですね。かね、異性のこの親子の入浴いつまでっていう議論ですけれども、いかがですか。私たちはそれはなかったですね。何歳になったら卒業っていうのは特になかったと思います。はい、そうですか。線引きっていうのはなくて、そのまま続いていったのが自然だったということで、子どもたちもなんか違うの、ダメなのみたいな感じはありました。子どもたち自身もありますね。お父さん旦那さん的には、全然それに対しても何とも思わない、はい、何も言われたことはないって感じです。
そうですね、仲がいいよねって言ってて、もう夫はその私と子供たち、あと家族全員仲がいいことに、うん、すごく好意的というか、あ、よかったねって、ありがとうっていう感じですね。あと三男の息子さんとは一緒に寝てるっていうね、部屋でっていうことだったりもしますけど、はい、だんだん成長してくるとプライバシーを求めたりもしないかなと思ったりもするんですけど、その点はどうですか？そうですね、部屋がなくなっちゃったといって、うん、息子が4年間ぐらい大学が海外だったりするので、それで帰ってきたら部屋がなくなっていたみたいな、なんか荷物置き場になっていたので、寝る場所がないから私の部屋、もう部屋がない、ただそれだけで一緒に寝るというか、うん、その添い寝してるわけではなくて、少し離れていますが同じ部屋であることは確かです。一つだけめっちゃ気になるんですけど、反抗期って来ましたか、はい、息子さん。反抗期、そうですね、中学校の時に少し反抗してましたけれども、私そのイライラしてる感じはありましたが、私自身がこう、うん、反抗するようなことをうるせえなみたいなことを言ってこなかったので、うるさいことを言うとうるせえながあると思うんですが、私はうるさいことは言わないっていうふうに決めていたので、うん、でも夫とは時々ありました。主人が時々そのお勉強のことを言ったりすると、私自身はお勉強のこと全く言ってこなかったので、勉強しないのかっていうふうに言われると、勉強ってうるせえなとは言ってましたけど、私は勉強のことも言わないですし、朝起こすっていうこともしてこなかったので、約束として、うん、うるさいことは言わなかったっていう感じです、はい、そこであんまりなかったですね。親離れ子離れでなんかこう問題だなって思うのは、結構子供や親どっちかが嫌がっているのに、なんかあのどちらかが過保護にしちゃったりとか依存しちゃったりとか、そういうのって良くないなと思うんですけど、こう岩田さんみたいなケースだとこう幸せそうでウィンウィンな感じじゃないですか。だからこうなんか家族としてはこういいのかなってとも思うんですけど、もう例えばそれがこうパートナーだったらどうだろうとか、うん、彼氏だったらどうだろうって考えた時には、ちょっともうちょっとこうお世話されるのが当たり前みたいな感覚が治ってるとなんかこう嬉しいのかなと個人的には感じたりするんですけど。江崎さん、あの今の関係をどんな風に見てらっしゃるか簡単に教えていただけるとありがたいんですか？はい、あのおっしゃる通り仲のいい幸せそうな親子だなと思って微笑ましくも聞いていつつも、あの成長過程で思春期の頃に恥ずかしいとかそういうことを思うからこそ美しくしたい、人にこういうふうにしたいとか、いろんな礼節とかがあると思うんですね。 それとかここまで踏み込んじゃいけない、恥ずかしいからってなっていくときに、お風呂をもう全部全部しているとしたら、もし結婚したときに全部見てもいい、全部してもいいってなったときに、彼らはどう思うのかなというのはすごくあります。うちのママはしてくれた、この人はしてくれない時に、優しくない女性だとかって思いがちなところが少し心配で、あの実際に社会に出てからの人間関係、恋人パートナー友人関係と悩むことが多い方も多いですから、今の岩田さんがそうだというわけではないんですけれど、そのようなケースが多いということは私は目の当たりにしております。はい、ありがとうございます。さあそれでは高木さんに伺ってまいりますけれども、ご自身でね、子離れが、まあ、できていないんじゃないかというふうにお感じになっているということですが、どういったところですか？まず一番は、自分の思うように子供が動いていない時にどうしても気になってしまうんですよね、うんうん、でまあイライラがまあその時に発生して、そうか、でついつい先回りして口出しとか手出しをしてしまって、はい、なかなかその辺が子離れしてないかなと思ってます。とっても気になるってことですね。とっても心配してしまうっていうことですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、あの娘さんはどう思ってらっしゃるんですかね？で娘の方はね、そういう意識は薄いと思ってるんですよ、うん、なぜかというと自分が頼めば親が動いてくれるので、うん、まあ、どちらかというと助かるっていうぐらいの意識かなと思ってます。そうか、居心地がいいんですね。そういうことですね、うん、頼られてるってことも含めてね。そういうことです。うん、どうですか、そのあの高木さんが心配しているのはこの先のことってことなんですかね。その自立していくみたいな意味ですかね。どういう意味の心配されてますか？そうですね、うん、まあ、精神的自立っていうのが、まあ、できていないっていうのがやっぱりちょっと一番気になるところですかね。はあ、なるほど。まあ人によってはね、ちょっと引っ越し費用を出してでも一人で、ね、暮らしていくみたいなことをする親もいると思うんですけど、そういう感じでもないですかね、はい、その娘さんご本人が出ていかないですかね。いや、まあ、今年正規社員で就職したので、うん、
まあ、できればアパートを借りて会社の近くに住むかっていう話をしたんですけれども、やっぱりなんか家がいいみたいですね、実家が。うん、まあそういう状態でちょっと思い出すのも違いますしね、おそらくね頼りにされてるっていう、それ決して悪いことでもないような感じも受けますし、はい、鈴木さんどうですか。いや、さっき反抗期の話が出てたけど、反抗期のない子どもが増えてるっていう統計が確かありますよね。あれって結局反抗期って何なのかっていうと、世代が違うと価値観が違う、その価値観のズレみたいなものが、例えば親から強制されると子供としては、いやそんな価値観古いよって、でこれは衝突が起きて反抗期になるみたいなね。ところが多分ね、その多様性が極端に日本社会は進んでいて、どんなものでも許容するよ。例えば最近大きくのは、その親の家で実家で彼女彼氏と同棲してるみたいな。昔だったらそんな親が同棲何事だって怒るはずだけど、まあそれもありだよねって親が許容しちゃうってね。そうするとすごいこう、まあ何でも OK だよねって感じに社会自体がなってきてる。それで反抗期が生まれないと。今の話お二人ともね、そのまあいろんな心配あるのかもしれないんですけど、一方でそういう多様性の一つでしかないんじゃないのかなっていう感じはするんですよ。だから無理してなんかね、教育依存の話に持っていったりとか、将来が心配って話に持っていかなくても、うん、まあ、ある種親子関係でそういう感じになっていくのもあれなんじゃないかと。逆に日本社会って、そうですね、それこそ20世紀の頃は、まあ、戦前だったら農村だったりとかね、あるいはまあ20世紀の日本だと昭和の頃だと会社みたいなところに共同体があったわけですよ。でそこに所属していると安心みたいなのがあったんだけど、今非正規雇用が増えて会社ももう安心できる場所じゃなくなった結果、我々にとってはその居心地いい共同体ってどこにもなくなっちゃってるわけですよ。でそれはさらにそれは経済的なセーフティネットもなくなってきてて、だからお金がなくなって困った時に頼れる相手がいないとかね、会社だったら会社で金借りるとか、先輩なんとか相談するってできたもん、それさえできなくなってきてる、みんな孤立無援で生きてるわけですよね。で日本はそこをね、割に家庭とかね、親みたいなものが回収してる部分って確かにあるはずで、で前なんか読んだ話でね、その引きこもりが多いのはどの国か、日本と韓国とイタリアです。でどの国も親と同居してる率が高いから引きこもりになる。じゃあ他の国は引きこもりがいないのかって言って、いないんだけど、みんなホームレスになってるわけですよ、ね、だからホームレスになるのがいいのか、引きこもりになるのがいいのかって、どっちがいいとは言えないんだけど、結局みんな孤立無援で戦わざるを得なくなって、それが、ね、どこにもセーフティーネットがないとホームレスになっちゃうのがアメリカなんかだとしたら、それは日本が家庭っていうね、最後のセーフティーネットが存在する上に、それが引きこもりという形で現れてるわけで、それが必ずしも悪いわけじゃ多くはないんじゃないかな、居心地がいいってことですよね。萌さんどうでしょうか。そうですね、私は実家を離れて 12、3年ぐらい経ちますけど、まあ、それで気づいたことはすごくたくさんあって、まあ、実家ってすごくまあ楽というか、まあ、心地いい空間ですけど、うん、やっぱりこうなんていうか、洗濯物はこう自動では できないんだなとか、なんかスーパー行くとフルーツってすごい高いんだなとか、そういうなんかいろんな些細なことですけど、そういうので逆に親のありがたみみたいなとか、そういうのをこう気づいたなと思うので、まあ、自覚らしは悪じゃないですけど、なんかそれ一つの人生の経験として、うん、別に将来結婚するしないとか関係なく、なんかこう一つの生き方として一人で生きていってみるっていうのをかなりお勧めしてはいますけど、お勧めもあるかもしれませんけど、うん、私なんかはむしろ一刻も早く出たかったですね。これはね、本当に言い方間違えたら大変なことになるんで、うん、親が嫌いとかそうじゃない、ないんだけど、うんうん、もう一刻も早く一人で住みたかったしみたいに思って、で何を言いたいかっていうのは、つまり私みたいな人と家が居心地よくて出たくない人の違いってなんだろうっていうのはちょっと分かんないですね。私は平井さんを親から抑圧を感じたんですか。されてなかったんですけどね、違いとか、うん、それもあんまなかったですね。で結構自由にさせてもらったんだけど、なんで出たいと思ったんですか。なんでだろうな、なんか自分でやりたいことってあったんですか。いやどう、これを挑戦してみたいとか、まあ、田舎にいて都会に行きたいっていうのはあったっていうのはありますね。 あと自由、もっと自由にって、もう結構自由にさせてもらってたんですけど、うん、どうしようああしろみたいなあんまなくて、でそれでもなおもっと自由にと自由と責任って裏返しじゃないですか、はいはいはい、だからその自由を求めるからにはより大きな責任を自分で担うっていうことが前提になってるわけですけど、うんうん、今多分若い世代って実はその30年前とか50年前に比べてすでに責任が重いんですよ、うん、だって皆さんが払ってる社会保障費も昔よりも大きいし、つまりその若いけれどもすでに責任は過剰に乗せられてるから、これ以上自由をもらうよりも責任を軽減したいですよね、うんうん、で責任を軽減するって意味で言うと家にいたら一部経験できるじゃないですか、おっしゃる通りね、って話なので、多分こう経済面とかもやっぱそうそうそう甘えてるとかじゃなくて、うん、単純にその自由と責任っていうその表裏において、うん、自由度もね、そう、うん、責任がでかいし、うん、でそうか、うん、って言って俺それが一番大きいと。なるほど。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。